はい、自分はですねセミオープンとオープン型の、赤毛ヘッドホンを好んで使ってるんですけど、サウンドチェックの時に、ヘッドホンは本当に欠かせない存在なんですね。でその理由はですね大きく2つあるんですけども、1つ目、それはですね音源の情報を正確に聞き取れるかっていう点、そしてもう1つが、定位を正確に判断できるかっていうところなんですけども、この2点はですね、部屋の影響を受けてしまうスピーカーですと非常に判断が難しいんですね。なので、自分にとってヘッドホンというのは欠かせない存在なんですけど、この時僕がヘッドホンに求めていることっていうのは、まず再生帯域の広さ、それとレンジのバランス感なんですね。で、あとはですね奥行き感も含めた空間表現っていう部分もしっかりできてないとダメです。で、赤毛ヘッドホンはですね全体的に、そういう再現能力が非常に高いっていうことが言えますし、特にオープンモデルなんかはですねプレイヤーがもうほんとすぐそこにいるような、そういう音像をですね再現してくれますから、本当に音決めにはね、重宝しますね。赤毛ヘッドホンに共通して言えるのはですね、装着感がとてもいいですよね。で重量も適度で圧迫感もそんなに感じないところって言いますか、我々エンジニアはですね一日中ヘッドホンをしていることもありますから、長時間装着していて疲れないっていうところがですね、ヘッドホン選びではすごく重要なポイントなんですね。であとケーブルが肩出し脱着式っていうモデルが多いのも僕は好きなんですね。でこの肩出しタイプっていうのはLR のケーブルがですね、1本になって出てくるんですけども、作業をしながらでも1本だとねさっとこう後ろ側に、ケーブルを回せたり、作業時に邪魔にならないっていうことが言えますよね。なのでこの長時間の作業に対する設計理念って言いますかね、細かいところに気配りを感じられてるっていう、そういうところがいいですね。我々、プロのミキサーはですね、いろんなスタジオにヘッドホンを持ち運んで使ったりするんですけども、特にリズム取りの時なんかはね、コントロールルームとブースの方を結構行ったり来たりするんですね。で、そういう時はついつい使い方が荒っぽくなったりするわけで、もうヘッドホンは本当に頑丈じゃないと使い物にならないなっていつも思うんですけど、で、初期不良でもない限りね、大体この1年保証っていうのは使う機会がないなってよく感じるんですけど、それを思うと、この3年保証っていうのはね、機材が壊れ始める時期を拾ってくれるというか、割と重要かつね安心できる時期なんじゃないかなと、僕はそのように思いますね。赤毛のプロフェッショナルヘッドホンはですね、オープンエア、セミオープン、密閉っていうね、全てのタイプをカバーしていて、ラインナップもすごく豊富に揃ってますよね。僕はナチュラル派なんですけども、中にはドンシャリが好きな人、それからハイファイ志向の人、いろいろだと思うんですけれども、これだけのラインナップがね、揃ってますんで、おおよそのニーズにはね応えられるんじゃないかなというふうに思います。で赤毛はブランド力、それから信頼度、その辺ではもう絶大なものがありますよね。そんなことは今更僕が言うまでもないんですけれども、例えばブラインドでこのヘッドホンをね聞いたとしても、音の質感、それから低表現は、どの機種もね、優れているので、ハズレっていうのはね基本的にないと思います。ただヘッドホンと自分とのね間には必ず相性っていうのがね存在するので、できることなら一度実際にね試聴してみることをおすすめしたいと思います。これだけね、豊富な機種がありますし、必ず相性がいいヘッドホンがね、見つかると思いますので、皆さんもぜひ一度手にしていただけたらなというふうに思います。